ばんは、キャラバン京子です。始まりました、キャラバン京子のデタラメな夜。この番組は音楽とおしゃべり、そしてお酒を皆さんと楽しむ30分です。今夜もここ吉祥寺ロック&ソウルバーチェーンギャングからお送りしています。お手伝いいただくいつものこの方です。こんばんは、ハッシーでございます。はい、東京はお盆ですか？あー、そっか、前回あのお盆だかどうだか。お盆ってね、あんまりないのよ、私の中には。あのうちはね、父方はあの墓に入ってるのはじい、僕のじいさんからだし、うん、母方もね、そんなに遡れる、あの両方とも地方から東京に出てきた。あ、東京の いわゆる江戸っ子ではないの？江戸っ子ではない、僕は基本的に3代目だから、うんうんうん、まあ私からといえばそうなんだろうけれども、両家ともに、東京、いわゆるこの辺由来の人間ではないので。私東京出てきて初めて知った。何？東京のお盆が7月だって。要するに新暦のお盆、うん、福井はやっぱ旧盆、8月の13、14、15、16。はあはあ、まあまあまあ、あの、あれはあの東京だってもともとは旧盆なのよ。うん、でも地方からいっぱい出てきてる人たちが住んでるから、うん、東京は東京で新暦でやって、で、そういう流れ、旧盆に実家に帰るんですよ。まあ、やぶ入りです。あ、なるほど。じゃあ2回やるってこと？そういうこと。あ、へえ、そうなんだ。そうですよ。へえ。東京も地元の人は8月？古くから東京の人は8月でしょ。まあ今、江戸っ子って方々は、下町の方々は旧盆でやるんだ。あ、まあそれは確かにそういうことがあっても不思議はないかもしれない。あとなんかあのほら、野菜に割り箸刺して乗り物にするのあるじゃん。はい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 、ナス、キュウリ、そうそうそう、うん、あれは私は風習がなかった。あ、そうなの。あれは送り火だから、あのあれに乗ってみんな帰る。うん、なんか面白いねご先祖様がそのキュウリにまたがって帰るんだと。私らもそれから あなた方もあんまりお盆ってそんなに馴染みのある世代ではないからな。うん、でもうちはおじいちゃんが生きてる頃はやってて、やってた、うん、やってたけど、その野菜に割り箸でなんか動物まがいのものを作るのはやったことがない。本当に子供の頃にちょっと見たことがあるぐらい。売ってる、売ってるのよ最近。売ってる？そう、あれ売ってるスーパーで。なぜ売る？多分その足パーツと野菜と。あんな割り箸やん。あ、それ作るセット。そうそうそう、キットが。へえー、だって割り箸でいいじゃん。割り箸だよ。だから割り箸で刺してるのしか見たことない。うん、だけどね、ナスとキュウリとそういう割り箸。現代じゃおかしい。割り箸一膳ですよ。キュウリか。でもね、あの逆に考えれば馬になるような形のキュウリとかナスって最近ないと。ああ、そうか。ちょっとひん曲がったようなやつ。あの今ほら綺麗じゃん、みんな野菜。まっすぐね。まっすぐで、ね、あの昔要するに馬になるようなナスとかキュウリってのはぐるっと曲がって、もう U 字型になるぐらい曲がってないと、はい、格好にならんもん。ああ、ね、そうだ。っていうことはそういうように作ってる。あの水平な馬に乗れへんもん。そうだね。確かにそうだ。だから多分その野菜こそのアンバンになっちゃう。そう、体操種目になっちゃう。9.0 みたいな話で。だからそこか、うん、曲がった野菜込みの馬セット。そう、売ってたの。ね、7月になると、うん、スーパーで。なんか現代人悲しい。だからそれを見た時に、あ、なんか東京ってすごいなと思ったことが、うん、あの昆虫をデパートで売るとかね。はいはい、あ、まあそれは我々子供の頃から、うちらの世代はありだった。それとそのナス箸セットみたいなのは見たことがなかったから、東京ナス箸セットは私見たことない。最近の話じゃないのか。うち御用達の声優では、出たほら。あなたが選曲をしに行く声優。そこナスはなんだ、ナスキュウリ箸セット売っちゃったんだ。うん、うん、そうです。へえ。でも本当にだから、その馬を置いてね、で送り火を焚くなんていうもの、うん、本当に僕の子供の頃、まさにあの塔に行かないような時には見たことがある。そっから上はさすが、まあ
あんまり関心がなくなってきたなかったっていうのもあるのかもしれないけども、本当に40年前とかそんなもんよね。うちもおじいちゃんが生きてる時は提灯焚いてとかいうのやってたよ。そうかそうか、うん、いやいや、まあ、あれ何、あなたのうちはお墓とか仏壇はどの辺にあるとかいう話になるわけ。福井だから福井の家の敷地内に全部あります。あ、そうなんだ、うん、お墓もあれば仏壇もある。そうそう、畑の横に。はあはあ、うん、じゃあそれはやっぱりあのご先祖様をお迎えするとか、そう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 、お送りするとか。だから迎えるほどの距離でもないのよね。そうだ、お墓参りはずっといるんだからそこに。いや、ずっとはいないのに。あ、そうか、そうか、一応あの世からこの世にやってくるっていう、あのシステムになってるから、システムだから来ていただいて、うん、来るときは何も乗ってないんだけど、帰るときは馬仕立てるっていうね。あ、いろんなこうなんかおほろがあるんだ。あの野菜動物は、うん、おもちゃじゃなくて、な、何、そういう乗って帰る用なのね。そうだよ。あ、そういうことなのね。これに乗って帰ってくださいっていう一つのこう、なんだ、もてなしですよ。ご先祖様とね、また来年会いましょうっていう。送り火はどういうもんで炊いてたか私はちょっと覚えてない。迎えるあれわらでしょ。わら、あ、そうか、昔はまあわらはあったし、ね、わらを模して、うん、ちっちゃい送り火ね、送り火を、あの、お迎えする時は提灯だよ。うんうん、おお、初めて聞いた。あのちゃんと帰ってくる場所ここですよっていうに提灯焚いて、うんうん、あ、送る時は藁を燃やすんだった、だったと思う。あ、もう帰ってくださいって、いぶして、うん、帰ってください、はい、ってちょっと言い方クールすぎるわ。虫だ、虫やめ、カツオみたいな感じ。そんなんちゃうわ。追い出す、うん、追い出すんじゃないんだ、うん、あの蚊取り線香じゃないんだ。わら、福島さん家は古いお家なの。古い家。そうか、じゃあそれはちゃんとやるわ。うちみたいにこう、お寺さんで紐解くと1800年に、すごいな、遡れる、ね、江戸時代に近いやね。そうだね、それはやるよ。近いっていうか江戸時代だね、1800年はね、うん、すごい、それはやるわ。え、仏壇もあるの、本家近い。僕の代で燃やしちゃったけどね。そうなんだ。まあそれは事情があるもんな。いろいろある、これはしゃあないわ。いやいやいや、だから新暦旧暦もあるけれども、まだやっぱり東京でもいろいろお盆があるんだな。うん、なんかそういう風習っていいよね、大事にしていきたいよね。まあルーツがあるからうちらがあるっていうことは確かだしね。誰一人かけたら自分はいないわけだからね。それはそうなんだ。じゃあそろそろ一曲の回、はい、ついにこの日が来ました。は、日本人またもう初です、東光義&スインギンバッパーズ、出ました、お気に入りだ。はい、はい、もう共演もしたいぞって言ってるぞ。はい、無駄にハゲてる。ひどいこと言うな。最後まで楽しもうです。聞いてください。はい、楽しもう。電車でさ、バスでさ、行こう、春からあの街へ、いっそもう飛行機で飛んでこう。携帯なんか見るなよ、メールも後にしな。生身の体で走り戻ろうぜ。最初から飛ばしてちゃ、長くは持たん年だけど、だからさ、チビチビ楽しもう。
どう近頃どう、もしも明日が休みならそれはよう、最後まで楽しもう、優勝表彰状、俺たちよ年だからよ、最近特に頑固でよ、だけどよ、よちょっとはラップしよう。もったいないぜ、眠るのはお迎えが来るまで、ひたすら明るい酸っぱいワインを、電車でさ、バスでさ、行こう隣のあの街へ今宵を、最後まで楽しもう、夜中まで楽しもう。東光義&ザ・スイングイン・バッパーズ、最後まで楽しもうを聞いていただきました、うん、まあみんな大好きバッパーズ、弾かれないといけない、え弾かれないといけない、そういうことを言わない、もう内輪の話だから、もう大好きですよ、うん、もうチェインギャングでやってほしいの、そうだね、ずっとね、やってほしいで共演しするのよね、うん、共演はもう最悪しなくていい、なんだ見たい、あ最悪しなくていい、うん、まあ、もし最良はしたい、見たいね、もしできたらそれはあのやぶさかではないけど、やぶさかではない、なんかこう上からですね、いやいやもう恐れ多くてなかなか言いにくいんだけれども、でもパッパーズをチェインギャングで見たいよ、うん、そうね、東光義トリオも見たいよ、うーん、まあやるんだったらね、あのお客さん少なくてもフルセットも聞きたいしね、ちょっと音大きすぎるか、チェインギャグでは、前回話をした、はいはい、私のにジャニスのレイズヨーヘンドを聞かせていただいた、ああジョージ東さんの弟さんですよ、ああそうなんだだからジョージ東さんの、うん、ジャニスナイトに出た時に、あじゃあキングオブロックに出た時に、はいはい、光吉さんいらしてて、もう駆け寄って挨拶したかったんだけど、うん、あの挨拶するまでもなく帰られてしまったので、はい、残念だ、ちょっと逃がしたね、うん、ちょっと逃がしたね、そういや意外とそういうところでなんかこう決まるものあるからな、うん、ちょっとチャンス逃がしたな、まあ、その後何回か打ち上げには出させていただいて、なんだ接点あんじゃん、ダチになっちゃう、まあなのでぜひこのラジオを聞いてる東のダチだぜ、東さんとつながりのあるどなたでも結構です、ぜひチェインギャングで、東さんの演奏をやってください、その時はキャラバン京子喜んで受付やります受付じゃないだろう、見に来ます、もあるんでもう酒も飲みます、なんだかな、まあまあいや、まあできない話でもないような気もするんだな、またこの最後まで楽しもうの、はい、ラップ部分がいいよね、あの、うん、聞きながら話してたんですけど、うん、ラップというか掛け声というか、そう何かフェスでご一緒したヒップホップの人たちに触発されて作ったという、触発されるかすごいな、うん、なんかね、いやそこがまた東さんのこう可愛いところというかさ、うん、でもなんかジャンプブルースってこういうのよくある、うん、あるね、あります、うん、いやね、うん、まあなんだろう、夢としてね、そうね、東光義を、はい、見たい、チェインヤングでということで、もう一個の私の夢ですね、映画の、あ、まだです、え、まだでした、違いましたまたちょっとなんだ今回の収録、ね、結構京子さんオロオロしてる部分があるんでちょっとやばい、大変なんですけれども、ビールしか飲んでないのに酔ってきますいやまあだからできると思うよ俺、東光義、うん、まあチェインギャングかどうかはわからないけれども、チェインギャングで見たいじゃんよ、結構こだわるね、うん、チェインギャングだとだって他だったら見に行けばいいんだもん。それこそジロ吉とかさ、うん、あっちこっちでやられてるので、はい、はい。で、まあ、チェインギャングでやるんだったら共演まで持ち込まないと。いやそれなんでそこに引っかな、この人は。なんでもぎりのおばさんになりたがるんだろうな。携帯の待ち受け、
をね、ずっと東さんにしてて、友達にお父さんって言われたんです。いいオチがついたな。はい、CM です。それは、たった一通の Facebook メッセージから始まった。日本に住む親族を探しています。私の母は日本で生まれ、1953年に養子縁組でアメリカにやってきました。彼女の昔の名字は木川、名前は陽子です。和歌山に住む研究者木川剛、同じ木川という名字だから、たったそれだけの理由で彼に届いたメッセージ。陽子の未来を米兵への養子縁組に託した母。もう一度だけ会いたい。娘が旅立つ前に基地を訪れた母。忘れていた母の顔。語り継ぎたくない時代にも確かにあった愛。母の面影を求める陽子の旅。横須賀1953。横須賀1953の CM を聞いていただきました。ねえ、待ち受けを何にするか論議、はい、そう、携帯の。でもまあ、お父さんを待ち受けにはしないよね。まあなあ、うん、いや、あの、ファザコンと言われるのがオチっていうかさ、そうだね、あまり身内は待ち受け、家族写真だったらわかる。ああ、そうだね。まあ、素晴らしい。あの、ほら、子とか孫とかね。ああ、なんかね。ペットとかね。そういうのはたまたま。ペットな、ね、まあな。ね、あの、年賀状にペット来るとね、ちょっとイラッとしたりするかもしれない。結婚式の写真もイラッとするんじゃないの？あ、そこまで俺心狭くないよ。そうか。でもな、いや、毎年結婚式の写真だったらそれは怒るけれども。毎年。しつけよみたいな。うん。何回目だ。いや、でもずっとね、ずっとなんだ家族写真を送ってくれる友達がいてさ。あ、それは嬉しいね。うん。あの、うん、子供たちの成長のね、記録、なんか感じとかね。うん。それが分かるのは、楽しいことは楽しい。うん、楽しい楽しい。あれだよな、あの、かみさんと旦那二人で毎年送られても困る。ああ。それはイラッとする。ね、あの、子供が一人減り、二人減り。最後なんかもう二人になりました。もういいだろう。あ、そうそうそう、もういいよね。もういいや。うちの親はもうそれも通り過ぎて、そのうちキャンピングカーだけの写真になる。で、どうだ、自慢のあの自作キャンピングカー。今年は屋上の写真だった。ナイス。ちょっと待って、屋上何があるの？屋上になんかあの小屋建てたっていう。小屋？庭作って、うん、庭を作ってた。ああ、なんか屋上農園かなんかあるのかと思って。農園は、畑はね、もう家の周り中あ、そうか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 、畑にしてるので。別に屋上を畑にする理由はそこにはないわ。ただあの沖縄から送ってもらったパイナップルを、うん、丁寧に丁寧に毎年育ててますよ。ほー。そのうち福井産のパイナップルが届くのを楽しみにマンゴーとね。すごいね。でパイナップルをお家で育てるっていう、育つの？でもこの気温だったらもう育つんじゃない？ね、沖縄より暑いよ。そう、沖縄よりは間違いなく暑いと思う。うん。いや、だ、いや、だ、その暑けりゃパイナップルが育つかっつうとそれはわからないよ。うん。暑すぎるっていうこともあるのかもしれない。あとなんか常にその温度かっていうと違うしね。そうだよな。うん。難しい。なんかマンゴーもその種をこう水耕栽培して。うん。で、その最初は腐らせたりとかしてるんだけど。え、マンゴーも育ってたの？マンゴーも育ててるね。え、うん、育てるの？出てる。オーレディ。うん。すげえな。あ、な、ゴーイング、今もう育て中。うわ、うん。種から育ててますよ。福井県でしょ。うん。冬の間はね、薪ストーブの横に置いとけばあったかいからっつって。え、そうなの？うん。それでオッケーなんだ。いや、実がなってないからまだオッケーかどうか知らないけど。ああ、そうか、まだ収穫はないのか。まだ収穫はね、してないけど。ただ、あの、マンゴーの木としてすくすく育ってはいる。木まで行ってないと思うよ。木まで行ってないのか。いつからなんだ、それ。まあ、研究中。研究中。はい、ね、あなたのお父さん、本当にいろんなこう発明やら研究やらかかって、とてもとても聞いてると頼もしいというか、面白いんだけれども。
そうか、マンゴーは育てるわ、パイナップルは育てるわ。うん、な多分今その屋上で、うん、なんでこんな親実家の話になっちゃったんですか。知らないよ。屋上で今ブドウを育ててて。ブドウ。まあそのうちワインも。うん、闇ワインも作ろうかなみたいなことを言って、闇ワイン、うん、闇ワインって、うん、ありえるわ、すごいな。あの何しろほら冬が寒いところだからさ、うんうん、そうやってこな、何でもワインの産地ってさ、はい、それこそジョージアもそうだけどさ、まあね、意外と冬は寒いよね、うん、そうだね、あのヨーロッパ取れるから、うん、まあワインブドウは大丈夫かも、冬は関係ないから、うん、関係ない、亀の中だもんね、うん、それで北海道のワインがうまいみたいな時代来ると思う。ああそうかもね、どん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 こうね、なんだ、あったかいのが下がってきてるから、下がって上がってきてるっていうのか、あだからその辺はねなかなか怖いね、怖い時代だけども、でも美味しいのはどこになるかっていうとまたちょっと変わってくる、ね、そうね、だから美味しいものができるとは言ってない私は。チャレンジすることに意味がある、ね、それはそうね、はい、それはそうかもしれない、あのひょっとすると福井産ワインっていうのができたらば、でも沖縄では沖縄産ラムっていうのがあるんだよね。まあね、ラム酒がね、伊江島ラムっていうのを、うん、結構よろあの美味しいから取り寄せて飲んだりとかしてるんだけど、やっぱりあのちょっとマイルドなんだよね。はあ、うん、あんまりこうなっていう感じが角が立たない、うん、あのアメリカの西部劇みたいなところで取れるのとはちょいと違う。やっぱサボテンもボーボー生えてるようなところのラムとはちょっと違う。はあ、うん、面白いもんだね、うん、ぜひ家島ラムも、家島ラム、うん、家ラムって書いてあるね、家ラム、うん、はあ、家ラムってなんか家島羊みたい、違うか、そのラムちゃうね。うん、名違う、うん、へえ、はい、お酒の方のラムです。はい、曲だ、デタラメです。はい、むしろリズム、ああ
京子でデタラメな夜。だからカラオケをさ、うん、どっかで入れなんか音源にしてだな。ニーズあるかね。いやこれはちゃんとした歌謡曲だからね。私歌ってみたいと思ってるもん。マジで？うん。じゃあカラオケやったら今度。今度ってさ、今度ってさ、今度って何なの？生で生の放送。いや生はいいよ。バンドはだからカラオケ。うん、カラオケバージョンちゃんとつけよう今度 CD 出しと。ああ、わかりました。じゃあちょっとプロデューサーと相談してみます。だっていいじゃん、もうオケあんだからさ。あのマイナスワンで入れとけばいいだけなの。であれですよ、あの演歌の方みたいにカラオケ大会、はいはいはい、演歌の方こうね、あの新曲出るとカラオケ大会やりますから、その曲でファンの方呼んでですね、カラオケで皆さんに歌ちゃんとこうね歌唱指導するわけ。はいはいはい、事前にこう歌ってくださいねっつって、デタラメな夜を一番の方からどうぞ、でデタラメな夜を上手に歌おうってことを、それでスナックとか土佐回りする。なるほど。スナックではカラオケ指導はしないけど。じゃあまずはチェーンギャングで生バンドでカラオケ大会。いや生じゃダメなの。生じゃダメ。生だとね緊張するから。あそうかそうか、そうそうか、みんなカラオケで練習してくるから。なるほど。じゃあハンバーがちょっと、ハンバーがいるだけでもちょっと違うんだ。それちょうど違う。ああなるほどね。だちゃんとカラオケで皆さんこう練習をしてきて、はいはいはい、じゃあカラオケ大会です、じゃあ1番の方どうぞ、2番の方で、あのいいです、こう優勝とか決めんの大会だから。もちろん、優勝の方にはキャラバン強化サイン色紙を差し上げます。安いな、ちょっとなんかもうちょっといいもの欲しいよね。それは要相談ですけど、D1 グランプリ、うん、D1 デタラメ1グランプリ。いや大きな声じゃ言えないけど、いないとコストがかかる。ああちゃんとしてるっていう。あファンの方も喜ぶ。なるほど ね, ね、そういうふうにあのいろんなビジネスは成り立って、うん、なるほどね。演歌ちょっとデタラメな夜選手権をやりますか。そう今だったらネットでもできるし。ああそうだね、うちで歌ってもらって歌ってみた的なやつね。あなたのなんだ、デタラメな夜を送ってください。はいはいはい。ほうほうほう。あでも昔あったよ、あのプラスティックソウルバンドっていうのやってた時に、遥か遠いアメリカの方が歌ってみたっつって。ああ今ほらやってみた YouTube とか多いやん。でそれはもうオケじゃないから、もう当然私が 歌入りの CD っていうかトラックに合わせて歌ってる。嬉しかった、すごく。そうだよね、うん、それだけ過ぎてくれてる、ちゃんと聞いてくれてる。どうすんの、ハッシーの動画しか上がらなかった。そんなんないわ。だいたいなんで僕がやらないかの率先して。だって私やってみたいって言ったじゃん。いやだからそれは個人的な問題だから。そう、家でこっそり楽しみたい的な話。そういうことさ。でもあのファンの方にとってはそういうイベントも楽しみっていう世界が、はい、例えば演歌の世界にあったりするわけよ。まあなんですね、デタラメな夜を皆さん楽しんでいただければ嬉しいですけど、うん、ネットで送ってくださいね、そのうちね、あのカラオケで、ね、あの本家より評判が良かったらどうするみたいな。なんでこんなラジオで新しい企画がいつもどんどん生まれるの。いいじゃん、ね。はい、ところで、はい、デタラメな夜このラジオなんですけれども、今回、はい、80回を迎えまして、もうとうについに80回来ましたよ、ね。はい、ちょっとお休みをさせていただこうかな。あら、お休みなんですか。はい、はい、今回でちょっと
ちょこっとだけお休みさせて。本当にちょこっと。うん。大体あの、お休みって言ってね、あの、200年ぐらいやらないとか、いろんなことがある。200年だけ。うん。もうライブもね、できるようになってきて。まあね。まあ、もうこんな、うちうちの話なんですけど、はい、まあ、あの、コロナでね、うん、何もできなくなって始めたラジオなんですけど、はい、ちょっと、その、ライブイベントの方が忙しくなってきました。あと、いろんなね、あの、はい、頑張らなきゃいけないことが京子さんにはあるので。はい、で、まあ、ちょっと一旦ここでお休みをさせていただいて、うん、また体制を整えて、そうだ、よりパワーアップした81回を迎えられたらなと。あ、一応ちゃんと81回の意欲はある。はい。おね、どうですか、ハッシーは。え、もちろん。やりますよ。お声かけていただければ。別に相方変えてもしょうがない。しょうがないけれども。はい。ということで、はい、今までありがとうございました。ね、あの、聞いていただいた皆さん、とりあえず、休み。突然ね。ねえ、福島さんね、うん。ここまで慣れてきた。ただ、これは、あの、休憩なんで、はい、ちょっと、本当に、さっきも福島さんから一本オファーが、いただきかかった部分もあるんですけど、はいはいはい、あの本当にちょっとありがたいことにリアルが忙しくなってまいりまして、はい、うん、一旦ちょっとお休みいただいて体制を整えてまたラジオ帰ってきたいと思いますので、はい、ぜひその時は楽しみにお待ちください。はい、その間はベスト版かなんか出して。それ何のベスト版？ラジオのベスト版。はい、ということでございます、もうね時間も押して待ってまいりました。ぜひですねキャラバン京子のコンタクトフォームとかメールアドレスとかでですね、ちょっとあの休みになっちゃいますけども、どういう風にね聞いていただいているかと思っていただいたか、あの寄せていただければと思います。よろしくお願いいたします。まあ、次回はね本当にキャラバン京子の体制が整ってから お送りすることになると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今夜もここ吉祥寺ロック&ソウルバーチェーンギャングから聞こえてくる音楽とおしゃべり、キャラバン京子のデタラメの夜、お相手はキャラバン京子と橋でございました。福島ちゃんでした。福島ちゃん。はい、はい、じゃあまた一緒にこの店で飲みましょう。デタラメの夜を。はい、またねー。またねー。しばらく待っててねー。